ケーブル、瀬駅は京都府京都市左京区にある京福電機鉄道工作線の駅。路線とともに毎年冬季は休業する。永山ケーブルの山下駅に相当する。山麓側に改札口があり、ホームは海岸上で車両の両側にある。全体的にはケーブルカーの山下駅側の基本的なスタイルである。改札口の左側に券売機が1台設置されている。 駅舎は細部に改造がなされているものの、開業当初の建物が扱われている。京福電鉄の乱電両線と異なり、スルッと関西共通カードは、券売機でも、改札口でも、車内でも一切使用できない。券売機の右隣には観光案内の窓口がある。改札は出発の5分前に開始される。駅業務は女性が当たることが多い。開業時の駅名は、 斉藤京駅で、これは駅前を流れる高野川に架けられている橋の名前である。斉藤とは、延暦寺の境内の一区域を指し、橋はこの斉藤に至る道と対岸の若狭街道を結んでいる。1964年には駅前に、野生遊園が開業し、それに合わせて、翌年に、ケーブル、野生遊園駅に改称された。同遊園は、スポーツバレー京都、 森の遊園地とリニューアルを重ねるが2001年に閉園し、その翌年に駅名も解消されている。近接する痩せ比叡山口駅と似たような解消経歴をたどっている。ありがとうございます。